ベジマート製品レビュー、今回は、ヘッドラッシュペダルボードをご紹介します。非常にシンプルなコントロールでありながらですね、この大型のタッチパネルディスプレイをこちらに用意することで、様々なパラメーターに簡単にアクセスできる、そういった操作性とですね、アンプシミュレーター、そして豊富な、入力インアウトですねを装備したフロアタイプの、マルチモデリングプロセッサーとでも言いましょうか、どういったサウンドなのか早速チェックしていきたいと思います。それでは早速このヘッドラッシュペダルボードのまずコントロールパネルから見ていきましょう。まずですね、操作できるのところが非常に少ないように見えるんですけども、こちらからマスターの、アウトプットのボリュームですね、そしてヘッドフォンのボリューム、オブジュアリーインプットのボリューム、そしてプッシュエンターと書かれているこのつまみがジョグダイヤルになっていまして、こうエフェクトを選択したりですね、いろいろプリセットを選択したりすることがここでできます。さらにこの3つの、つまみなんですけども、今であればこの、ディレイを選んでいるんですけども、そのディレイのパラメータをコントロールする、この3つだけじゃないんです。もう一度します。次のページに行きましたね。こうやってですね、どん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 ページをめくっていって、でも直感的にアナログの機器のようにコントロールできるというのがこのインターフェースの素晴らしいところだと思います。そしてもう一つは、やはりこのディスプレイですね。このディスプレイすごいのはですね、こう、直接触って選択したりバイパスしたり、そういった作業ができるんですけど、コンパクトエフェクターを入れ替えるかのように、こうエフェクトの入れ替えなんかもここで簡単にできちゃうんですね。なので、プラグイン、例えばこうパッドなんかでね、こうエフェクターをエフェクトのプラグインで音を作ってるような人たちは、もうそのまま直感的にハードウェアとしてこの、ヘッドラッシュを使うことができると思います。このヘッドラッシュのですね、もう一つ優れたポイントはアンプシミュレーターのセクションにあります。ここにですね、今選んでいます。このようにですね、アンプのプリセットがたくさんシミュレーションが入っています。古今東西の名器ですね、名器と呼ばれるサウンドが入っています。でアンプの中もですね、こういった EQ、 それからビブラートが入っているモデルはビブラートなんかというように、オリジナルのモデルに準じたプリセットを持っています。こちらがプリセットの名前ですね。でこのモデルというのが実際に選ばれているアンプです。でキャビネットリンク、キャブリンクというのはオンオフができるんですけども、オンにしておくとアンプモデルをこう切り替えた時にキャビネットも同じように切り替わると。さらにこのアンプの部分を今見ていただくと、下に 2X というふうにあるんですけども、これ ×2 にしますかということなんですね。はい、このように今アンプが2つスプリットされました。これでですね、アンプ1と2、同じアンプなんですけども、音色を変えることができるんですね。さらにスピーカーも同じく、今私、こう2台使っているモードになっているんですけども、1台のモード、これが通常のモードなんですけど、 ×2 というふうにすると、こっちの同じスピーカーなんですけども、マイキングのオンオフ、オンマイクオフマイクをここで変えたりとかですね、片側だけちょっとこのブレイクアップを上げて、ちょっとレコーディングでよく使う技なんですけども、こう位相感をずらしてみたりとかっていうこともできてしまうというようにですね、非常にシンプルなんですけども多機能な、アンプシミュレーターだと思います。さらにこのキャビネットなんですけども、今私ちょっとアンプを選んで、例えばSL100 ドライブというようにしました。そうするとスピーカーもこう変わるんですね。キャビネットの、プリセットも変わるんですけども、この部分にですね、IR データ、自分で作った IR を、落とし込むこともできます。どういうことかというと、今このブランクのところにですね、こう何を入れますかというふうに選べる画面なんですけども、ここに、カスタム IR という項目があります。でここに IR、 今初めから入っているのはこの1つなんですけども、1024という IR、 こういうふうに外部から自分の好きな IR データを取り込んで、このヘッドラッシュの中で使うこともできるということで、音を作る際によりこだわった音作りも可能になっています。
では、早速サウンドチェックをしながら実際このパネルをどういうふうにいじったら音が変わるのかというのもチェックしていきたいと思います。まずはちょろっと音を出してみますね。どんな音がするか聞いてみてください。はい、どうでしょうか。もう今ですね、どういうことが行われていたかというと、まあ見ていただいた通り、まあグレイコンプというのは最初から入っていたエフェクターなんですけど、信号をこう流れてます。途中でこのグリーン JRC-OOD というモデルを今こうオンにしました。こういうやつですね。そしてその後、ブラック OP、オペアンプという意味ですかね。こういうやつです。これをオンにしました。途中で、テープエコーですね、こちらもオンにしました。こういうふうにですね、まあ、タッチパネルをこうオンに触ることでこうオンオフとか選択とかが、まあ、できてしまうというのがこのやっぱりこの使いやすさだと思います。先ほどのこのプッシュエンターって書いてあるこうジョグダイヤルも同じようなことができます。そして、こう信号が流れてアンプに入ります。まあ、このあたりはもうアナログと全く同じですね。単純にこうデジタルでアナログと同じことをやってるんですけども、アンプを選んで、アンプはこの64ブラックバイブですかねを選んでいました。スピーカーとアンプの間にスプリングリバーブを入れてますが、まあ、これもいわゆる実際のアンプと同じですね。アンプのリバーブっぽさを出すために、アンプとスピーカーの間にスプリングリバーブを入れてます。もちろんこれはアンプの手前に置いてエフェクターっぽく使うこともできるんですけども、例えばそうしたい時どうするか、このエフェクターを持ってこうする、もうこれだけで順番が入れ替わっちゃう。もちろん一番最初にリバーブ入れたいんだよねっていう場合はこうスッと移せばオーバードライブの前にリバーブを持ってくることもできます。まあ、こういうようにですね、非常に簡単にこうエフェクターの順番を入れ替えたりすることができるというのもこのヘッドラッシュの面白いポイントじゃないかなと思います。はい、続いてスピーカーキャビネットですけど、キャビネットが2つありますね。これ何をやってるかというと、実はですね、はい、1つは 1×15 のオープンバックのスピーカー、そしてもう1つは1×12 のブラックパネルラックスと書いてありますけど、いわゆるこれがアンプのキャラに合わせたスピーカーなんですけども、そこにちょっとアンプのキャラとは違う15インチのスピーカーを組み合わせた。これ実際のアンプでやろうとするとインピーダンスのマッチングとか非常に難しいんですけど、まあ、デジタルならではの、こういう使い方もできちゃいます。さらに、それぞれに違うマイクを立てていますので、そういったこうエア感とかのねミックスもできると。でもちろんこうここに3つコントローラーありますけども、これを触ると今よく分かりづらいかもしれないですけど、このマイクがオンマイクからオフマイクかをこう変えることができたりとかですね、このブレイクアップ、ブレイクアップってどういうことかというと、スピーカーの音量が、アンプの音量が上がってこうマイクがちょっと吹かれるというかですね、そういうマイクがちょっとブレイクアップする感じを再現します。ちょっとやってみますね。どうでしょうか。こう実際のマイクをスピーカーに立てた時にちょっと発生するこう何て言うんですかね、コンプレッション感というか、ちょっと音が引っ込む感じっていうんですかね、あの周波数が、音の周波数が変わる感じというか、そういうことをここで再現したりと、まあそういうマニアックなコントロールもできますよということです。そしてこのスピーカーの後に後掛けのディレイ、 D
ティですね。これは先ほどのこうテープエコー、アンプの手前のエコーとは違ってもっと綺麗にかかるエコーですね。はい、こういった、プリセットを私が今作りました。どうでしょうか。非常にナチュラルというか、実際の例えば僕らが普段レビューでこうコンパクトエフェクターを並べてアンプと一緒に使っている感覚でこのヘッドラッシュの中で、サウンドメイクができるということです。はい、それでは、続いてちょっとですねアンプの音色をブリティッシュ系に切り替えて、ギターもちょっとハンバッカーに持ち替えてさらにサウンドチェックをしていきたいと思いますが、その時にちょっと今、他のもう一つのヘッドラッシュの機能を、活用しながらやってみたいと思いますので、そのあたりも聞いてみてください。いかがでしたでしょうか。今ですねそもそもベーシックの音をですこうマーシャル系の音にして、キャビネットもマーシャル系を選んで、ハンバッカーで弾いていました。途中からですね、この DC ディストという、オーバードライブというか、まあ、ディストーションをオンにして、その後このトライファズをオンにしました。その時にこう長押ししてこう中のですねコントロールをハンズフリーモードという特徴的なこのデジタルならではのコントロールですね。これで例えばボリューム、サスティーン、トーンとあるんですけども、これをこう演奏中にこう調節しました。いわゆる微調整ですね。このエクスプレッションで変えることもできるんですけども、微調整をしてあげることでちょっとあ歪みすぎてるなっていう時にサスティーンを選んで弦をちょっと下げるとかそういうこともできます。さらにですねいわゆるスタッキングという感じでこう DC ディストーションとトライファーズをこう音を伸ばしながら一緒に踏むことですごくこうラインサウンドと思えないほどのロングサスティーンを作り出すこともできます。まあ、このあたりも非常にアナログライクだなというふうに思います。さらにですねこの今このボリュームペダルなんですけども、踏み込んでカチッと踏むことでこうブラックワウという今ここですね、ワウに選択されていますけどもエクスプレッションでこうワウワウ効果が得られます。これまで基本的な操作方法をちょっと説明してまいりましたが、もう一つこのヘッドラッシュには、ぜひ使ってほしい機能があります。それがですね、複数のエフェクターを同時にオンオフする、シーンという、機能なんですけども、これ簡単に言ってしまうと、エフェクターコンパクトエフェクターのルーティングシステムみたいな感じで、複数のエフェクターを同時にオンオフしたり、アンプのプリセットというかアンプを切り替えちゃったりすることもできるんですね。ちょっとどういうことかやってみたいと思います。まずですね今
このフットスイッチ振り当てがあるんですけども、DC ディスト、トライファズ、テープエコー、ダイナミックディレイですかね、こういうふうにこう振り当ててあります。これはいわゆるリアルタイムでオンオフができるものなんですけども、例えばこの DC ディストをオフにして同時にトライファズもオンにしたいとか、その逆もそうですけど、こう二個踏みみたいなこういうことをしたいときに、まあやりづらいと。で同時にディレイもついでに入れたいなとかっていうときに使える機能がこのシーンという機能です。どういったことか、まずやってみましょう。この点々を一回押してハードウェアアサインを押します。今ここにシーンを僕は割り当ててあるので、このシーンに何を使うか、何のエフェクターを使うかというのを覚えてもらっていきます。これシグナルルーティング、こういうふうに並んでいますね。こういった順番で信号が流れていますよというところです。特に変えてほしくないこうグラフィック EQ、 それからボリュームとかですね、アンプなんかはノーチェンジ、いわゆる何があっても動きませんよと、動じませんというふうにしています。変えたいのはまず DC ディストーションがオンになるかオフになるかですね。でトライファズは絶対にオフになってほしいわけなので、ここでオフと設定します。でテープエコーはぜひオンになってほしいのでオンにしますが、他の部分に関してこのディレイは2つ同時になってもらうと困るので絶対にオフになってほしいのでオフにしました。ということで一つ前の画面に戻ると、今私が選んだ DC ディストーションとテープエコーがここで選ばれました。はい、絶対にオンになるところですね。でこのシーン6にした時に、あ、 DC ディストーションがオンになりっぱなしです。今度はこの6番のエディットをしていきましょう。この時は DC ディストーションは必ずオフになってもらいたい、でトライファズがオンになってほしいのでこういうふうに振り当てました。さらに、こちらのエコーですね、これがオンになってほしい、でこの時にやっぱりテープエコーは入ってほしくないのでオフのままにしておきます。どうでしょうか。はい、このように画面のように DC ディストーションテープエコーの選択からトライファーズとダイナミックディレイのオンオフが見事にこうワンアクションで切り替わります。この機能を上手に使うことでリグ、いわゆる音色を他の音色に切り替えずに一つの音色の中で全く異なった音を作り出すことができます。今私のセッティングの場合だとこういったシグナルルーティングになっていますけども、例えばアンプを2台ここにあらかじめ覚えさせておいて、アンプ自体を切り替えたい、要は AB ボックスでアンプを2台使うような形にしたいっていう場合は、このシグナルルーティングのパターン自体を切り替えちゃうこともできるわけですね。例えば私が今使った直列配線、それから途中でパラレルする配線、この場合今私アンプをここと例えばここにはめていますが、もう一つここにアンプをはめることもできちゃいます。今ブランクを作ってここにアンプ、例えばツイードベースも入れちゃおう。そうするとこうシグナルルーティングここでスプリットされてアンプが2台通って、マスターに行くという流れになります。先ほどのシーン機能で、こちら側だけこちら側だけというのを例えば2つ割り振ってしまえば、もう完全に信号をここで切り替えることもできちゃうわけです。でさらにこのインプットからすぐスプリットして、後でこう一つにまとまる、このラインだと、ベースの方なんかには非常に有効だと思うんですけども、片側はコンプレッサーと例えばコーラスとかを通しておく、で片側はファズとかディストーションを通したり、フィルターを通しておくと、で、ミックスして使ってもいいですし、完全にこっちのラインこっちのラインというふうにシーンで切り替えてもいいでしょう。そういったさまざまな活用法が考えられます。デジマート製品レビュー、今回はヘッドラッシュペダルボードをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。非常に多機能でありながらですね、音の方も申し分ないということで、かなり強力なアイテムだと思います。こちらにですねこうインアウトがあるんですけども、まあ、ギターのインプットアウトプットだけじゃなくてこうセンドリターンですね、センドリターンもステレオでコンパクトエフェクター用なのか、それともラックのようなスタジオ機器なのかというふうに選べたり、もちろんそのエフェクトループを配置するルーティングも先ほどのようにこの画面でこう簡単にこう切り替えることができるということで、まあ、非常に使い勝手のいいシステムだと思います。さらにこうアウトプットもですね、LR でこうライン XLR のバランスアウトと、モノラル
いわゆる4分の1フォーンのアウトがついてますので、自分のモニター用と PA 用とか、そういったふうにこう完全に独立したアウトプットも、作ることができます。さらにこうアウトプット前にですね、グローバルの EQ プリセットができますので、自分のモニター用にはちょっと低レベルとローを落としたタイトなサウンド、PA の方にはフラットなサウンドというように、現場に応じてこうサウンドメイキングも非常に簡単にできるというところがあると思います。今回、僕は自分でこうプリセットを作ったんですけども、そもそもこのヘッドラッシュを購入した時点で270のもうマルチエフェクトプリセットが入っています。さまざまなルーティングも用意されていますので、ギターだけではなくベースの、プリセットも、入っていますので、かなり、購入してすぐ、実践的に使えるんじゃないかなというふうに思いました。非常に高品質な、ペダルボードです。ぜひチェックしてみてください。